おばんです。かっこです。今宵はこちら、6月の収益発表動画となっております。1ヶ月早いっすね、ほんと。ということで、タイトル通りにこの6月に稼いだ分の金額っていうのを発表したいと思います。その前に、まあ私が今プレイしたゲームはこちらですね。4月から6月までやったゲームがこちらとなっております。この色の説明を簡単にさせていただきますと、白に関してはやってないゲーム、そしてグレーに関してはやってるよ、そして黄色に関しては6月になってから新たに始めたよっていうゲームになっております。4月から6月までで全部で16個かなゲームをやっております。まあ6月だけでもね、新しく5個のゲームを始めました。そしてまず今まで初期投資した金額はこちらになります。はい、5,527円となっております。まあそうですね、6月に関して、1個だけこのワールドオブマスターズというゲームに初期投資をしました。そして次、4月5月の収益おさらいになりますけど、こちらになります。はい、まあ合計して3万円いかないぐらいの回収なってますね。まあ2万9,000円。そしてじゃあこの6月どうなったんだって話なんですけれども、発表します。6月の収益こちらになります。はい、12,414円。さーて、来月の学校は、いやー、すいません、真面目にやってんすけどね、めちゃくちゃ。これが現実、リアルです。毎日ね、NFT ゲームの情報だったり、まあいろいろ調べてはいるんですけれども、正直なこと言って、6月は結構不作だったのかなって、あまりいいゲームなかったんじゃないかなって思っております。まあそれぞれのゲームについては、いいところ、悪いところ、まあ今後についてっていうのを、まあ説明していくんですけれども、まあ全部やっちゃうとね、また長い話になってしまうので、まあ基本的にこの6月、黄色のセルのゲームですね、こちらについて説明していきます。まあ他のね、ゲームについてどんなゲームか知りたかったら、まあ5月の収益動画で詳しく説明してますし、それぞれのゲーム動画、それぞれ出してますので、見ていただけたらなと思います。なので、まあ、説明するのは黄色のセル、6月のゲームというところが主となってくるんですけれども、まあ、グレーの部分、4月から5月までやってたゲームでも、まあ、稼いでるものであったりとか、特筆すべきところについては何点か、私からも説明したいところがあるので、黄色の部分とグレーの部分何点かやっていこうと思います。はい、それでは上の方から見ていきましょう。一番最初はボムクリプト。こちらに関しては放置系のゲームとなっております。これは私が一番最初に、初期投資をしたゲームとなっておりまして、このゲームがね、私にとって一番最初の NFT ゲームで本当に良かった。なぜなら被害額が5000円で済んでいるからです。456って見てもらえば分かるんですけど、トークン価格がすごい下がり続けてですね、今じゃ40円しか1ヶ月で回収できておりません。もうね、無理なんですよね、このゲームに関しては回収が。なので今からやろうとしている人にはおすすめしません。なぜなら今ボムクリプトこの1を差し置いて今2が出るみたいな話も出てまして、もうなんかもう訳が分かんないんですよね。2番目、タイタンハンターズ。こちらは10のゲームとなっております。まあ、このゲームはね、優秀ですよね。初期投資1万円に対して回収が25,000円してますので、まあ 2.5 倍の回収。456ってね、まあトークン価格が下がっているので収入も減ってはいるんですけれども、これから NFT ゲームをやりたい人っていうのには一番おすすめできるゲームだと思っております。私がこのゲームをプレイした中では、まあ、ゲーム性であったりとか、やってる人がそもそも多いので困った時聞きやすいんですよね。で、今のトークン価格だったら5、600円ぐらいあればできるので、参入障壁が低いということになっております。はい、次ゴールデンブロス。こちらは MOBA 系のゲームとなっております。こちらね、まあ、初期投資5月にしてるんですけれども、まあ、今のところ回収できておりません。なぜなら7月末からリリースになるからです。こちらはね、5月頭からやってきて、トークンをずっと貯めてきました。なので、リリースされたらワンチャンね、そのトークン価格によってはやばいことになると思ってます。まあ、ゲーム性よし、デザインよしということで、私のやってきた中だったら一押しのゲームかなって思っております。あとはその回収のみ。次。ブランコスブロックパーティー。こちらはですね、フォールガイズみたいなゲームとなっておりまして、6月には大会も出させてもらって、動画も出させてもらいました。みんな見てね。 NFT ゲームとは思えないぐらいのクオリティの高さでめちゃくちゃ面白いです。で、これが無料でできるので、まあよかったらね、気になる人やってみてはいかがでしょうか。次、エブリーファーム。こちらは農園系のゲームですね。1ヶ月前に動画出したんですけれども、どうなってんねんって思うかもしれません。すいません、毎日やってるんですけれどもね、稼ぎのとこまでいかないんですよ、これが。
本当に鬼畜ゲーム。たまにねプレイするぐらいだったら楽しいかもしれませんが、これがね徐々にやってくると作業になる。すぐに稼ぎたいっていう人にはおすすめできません。稼げるようになりましたらまた動画出しますので、もう少々お待ちください。仮想通貨に目を向けてみませんか。ここ最近 NFT という言葉が流行りだし、仮想通貨トレードをする人も増えてきていますが、あなたにもトレードをするほどの時間はありますか。毎日の仕事で精一杯、仮想通貨トレードなんて。そんな時に出会ったのが全手動システム学校。学校は仮想通貨初心者経験者問わず誰でも一律30万円で使えて、全手動システムだからみんな同じ結果を得ることができません。有料モニターへの参加人数には限りがあります。興味がある方は概要欄にリンクを貼っておりませんので逃さないでください。それでは6月のゲームについて説明していきます。一番最初はワールドオブマスターズ。こちらは6月の上旬に流行り始めたゲームですね。話題に乗ったんですけど、今んとこマイナスですね。まだ回収はできておりません。いいところとしましてはゲーム自体は楽です。気になるところとしましては、内容、ストーリーが日本語じゃないのでよくわからん。今後についてですけれども、まずはもちろんやります。回収しないといけないので頑張っていきます。はい、次、フリフユニバース。こちらは勢いのある RPG ゲームとなっております。まあいいところはね、まあ無料でプレイできるっていうのがいいところですよね。気になる点としましては、稼げるようになるのは来年とのこと。あとデザインもね、正直ちょっと一昔前かなって感じです。今後についてですけれども、多分やらないと思います。まず稼げないからね。次、B-Fitter。こちらはね、最強のムーブトゥーアーのアプリとなっております。いいところとしましては、歩いてよし、走ってよし、サイクリングしてよし。今後としましては、泳いだり寝ても稼げるようになるという、なぜか最強すぎるアプリなんですよ。気になるところとしましては、そう、これすごすぎて不安なんですよね。なので、今からやる人は、まあゲーム内でウォレットを作れますので、新しく作ってやった方がいいと思います。もしね、これがスキャムだったりとか、その詐欺だったりして、お金引っこ抜かれても嫌だと思うので、そうした方がいいと思います。まあ今後としましては、まあ無料ですし、他のムーブトゥーアーのアプリ、アグレットだったり、スウェートコインやっておりますので、併用してやっていきたいと思います。お次、メタダービー。こちらは競馬の NFT ゲームとなっております。私が現実世界でできないこの競馬の欲求を NFT ゲームに載せたかったんですけれども、いいところとしましては、まずは無料でお金、まあトークンですね、トークンと馬がもらえる。そしてまあデザインもねそんなに悪くないんで、まあ面白いっちゃ面白いところもあったんですけど、気になる点としましてはゲーム内でもう破産しました。もう出場料すら払えません。もう何もできなくなりました。今後やらねえ。お次は EVIO ですね。こちらは NFT の FPS ゲームとなっております。いいところとしましては、まあ無料でできて意外とクオリティも悪くない。そしてウォレットもつなげなくて OK というところですね。これは気軽でやれて面白いところ。気になる点としましては、稼ぎについてはさっぱりわかりません。情報量が少ないものに、その NFT 15,000円もちょっと課金するのは厳しいなと思っております。では今後としましては、稼げるゲームというよりは無料の FPS ゲームと割り切って楽しむと良作ゲームと思っております。まあ、ざっくりですけどこんな感じとなっております。そしてね、まあ4から6と私この生活3ヶ月過ごしました。そして気づいたことって言いますか、感じたこと3点あります。まあ、1つ目としましては、まあうまく波に乗れれば生活できるぐらいは稼げんじゃないかなと思っております。まあそのためにはね、情報量であったりとか、すぐ行動に移す行動力、そしてそれを続ける根気、まあ、なんか仕事みたいになってきてますけど、それは絶対に必要ですね。2点目については、まあ、ゲームの流行りと廃れが早い。だいたい1ヶ月から2ヶ月。あんだけ人気に、なんかもう SNS で話題になったこのワールドオブマスターズですら、正直半月ぐらいじゃない？持ったの。半月も持ってないんじゃない？まあそのぐらい、そのサイクルが早いってことですね。3点目、詐欺が多い。本当に多い。身の回りで多すぎる。そのホームページの偽装であったりとか、変な人からその不審なファイルが送られてダウンロードさせられるみたいな、そういうのをね何回もね見ますね。 Twitter だったりとか YouTube とかでも、まあこれはね、まあ皆さんに限ったことじゃなくて私自身もそうですので、まあ気をつけてやっていきたいと思います。
それと6月の振り返りになりますけれども、まあ、株式市場と同様に仮想通貨市場もだいぶ冷え込んでいますね。まあ、面白い NFT ゲーム自体もそんなになかったんじゃないかなって私自身思っております。ただ7月以降に関して結構ね、面白いのたくさん出てきそうなので、そこには期待してますね。またそのメープルストーリーの NFT ゲーム化であったりとか、日本のブロックチェーンゲームのギルドさんとそのシングルマザー協会さんの連携提携であったりとか、まだまだ盛り上がる要素っていうのはあるんじゃないか、可能性はあるんじゃないかなと思って7月も頑張っていこうと思います。最後になりますけれども、私のチャンネルでは NFT ゲームの動画をたくさん投稿しております。その情報をね、いち早く皆様にお伝えするためには、概要欄に貼ってあります公式 LINE の登録、そして NFT ゲームの必勝法というノートを販売しております、というようなことはね、しません。ここまで来たらね、もうとことん燃え尽きるまでこの NFT ゲームで稼いでやろうと思います。まあ無理なら無理で嘲笑ってください。それでね、まあ、ちょっとでも応援してくれるっていう人がいましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。7月はね、ちゃんとこの NFT ゲームで稼いだお金で税金を払えるよう頑張りたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。セバまた。さて、来月の学校は？学校です。想像以上の支払い金額でビビっています。余命は長くはないですが、限界まで頑張ります。どれにしても今年は暑い。熱中症にならないよう体調管理は万全にしていきます。さて次回は、ハローワニ見学、目指せ月収15万、電気代が高すぎるの3本です。これから毎日見てくださいね。じゃんけんぽん。ふーふー。